ということで本日はですね、粉物パーティーをやりたいと思います。豆腐ベースで作ったあのお好み焼きと、はい、あとたこ焼きやりたいと思います。こちらたこ焼きの具材です。ウインナー、タコ、ネギ、お餅、そしてこちらがたたきガツオと、こちら先ほど作ったお好み焼き風な生地ですね。これをこちらのホットプレートで焼いて食べます。それではスタート。じゃあまずこれヘルシーなお好み焼きだから、うん、油もオリーブオイルで、あ、オリーブオイルだね、うん、はい、これを引きながら、うん、はい、どうしたこれ、ママさん連れとくわな、暑いわ。サーセージ二人逃げる逃げ惑う。はい、これで焼くと。はい、なるほど、という感じですね。はい、お腹空いたんでしょ。お腹空いたね、もうちょっと待っててくださいまし。はい、実はこの豆腐のお好み焼き、インスタグラムの方に昼食としてあのアップしたところ、作り方を教えてっていうことでね、はい、あのコメントいただきましたんで、それを採用させていただいてですね、はい、今回作らせていただきました。はい、コメントありがとうございました。ありがとうございます。インスタグラム、ツイッターやってますんで、ぜひフォローの方お願いします。お願いします。あ、たこ焼きチュッチュキだ。我が家の定番たこ焼きチュッチュキ、これ使います。アマゾン購入。はい、それではたこ焼きチュッチュキいきます。はい、なんか相変わらずの便利さだね、それね。やばいよね。でもたまに止まんなくなったり、そう、たまに止まんなくなったりするんですけどね。はい、じゃあたこ入れましょう。はい、たこ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 、ウインナーとかも入れようかな。それではいただきます。いただきます。美味しそう。カツオのたたき、サボさんいただきます。うまっ。カツオ好きなの。あー、うまい。先生だもんね。先生、ゆかりん先生お願いします。はい、頑張ります。お願いします。ゆかりのたこ焼き屋さん、早くひっくり返すよ。なんそれ。うざいよね。いきます。どうだ、うまい、いい感じ。いい、ママさん、うん、いい感じで。はい、こっちはこっちで。はい、はい、ママさんのお好み焼き屋さん、うまくひっくり返せるかな。それタコパ、タコパ、タコパじゃないんだよね。タコ、タコお好み焼きパ、おこ、タコ、タコお、おこパ、タコおこパ、おこタコパにゃ、おこタコパ、おこタコパにしよう。お好み焼きのおこ、たこ焼きのタコ、おこタコパーティーのパ、おこタコパ、おこタコパ、割とはポテた。めちゃんこポテた。あ、本当に。でも楽しかった。楽しかった。なあ、キャンプ道具見てるだけで楽しいよね。あそこやばいよね。やばい。あそこ聖地だよね。あそこは聖地だよ。本当に。はい。もうできた。早いね。たこ焼きの方が早いとは。うん、でももうそろそろこれも OK だと思いますよ。ちょっとお皿持ってこようか。これ乗っかんないね。はい。
寝てるの？寝なかった。寝なかった。足ぶつけたそうです。小指もう小指痛いよね。お、出来上がった。こんな感じです。たこ焼きできました。たこ焼きって涼しそうなふりしててめちゃめちゃ暑いからね。めちゃめちゃ暑いよね、うん、ということでポポさんはこの、あ、これも暑そうだな。無理みたいですね。これも暑そうだな。いただきます。豆腐のお好み焼き、はい、美味しい。ヘルシーなんでしょこれ。ヘルシー、お豆腐だからね。うん、粉物よりもヘルシーだね。それ粉物パーティーだけど、粉物じゃないっていうね。粉物じゃないっていうのがね、そうそう、いいよね。小麦粉使ってないからさ、うん、だからね、ダイエットしてる人とかね、うん、そういうのいいかもしれないね。安心して食べます。食べると、うん、どう？おいしい。うまい。おいしい。うまい。よかった。たこ焼きもう一つ飲みかな。え、まだ食べてないの？熱そうだな。熱いよ、めっちゃ熱いから。湯気がすげえんだもんだって、ね、すげえ半端ねえんだもん。なんかさ、このお好み焼き、山芋入ってるみたいな感じだよね。うん、あ、ふわっとしたような感じで、ね、そんな感じだよね、うん、ほんとね、うんうん、美味しいね、美味しいね、うん、なんか全然豆腐って感じもしないよね。ないよね、うん、ヘルシーだからとかじゃなく、うん、普通に好んで食べたいなっていう味じゃない、うんうんうん、ね、うん、普通のお好み焼きで、ね、うん、いいよね。いや、それでヘルシーだったら最高だよ、うん、最高よ、うん、はい、それでは豆腐のお好み焼きいただきたいと思います。豆腐のお好み焼き、ベリーマジック&ピンピラピン。うわ、すごい、両方来たね。はい、ゆうちん、はい、何いきますか。え、俺、うん、俺来るよ。うん、俺来るよ。たこ焼きを、はい、いただきます。はい、どうぞ。とても美味しいです。なんかちょっとヘルシー、うん、うん、あ、たこ焼きはヘルシー。うん、それはそうだって。何も入ってない。うん、何も入ってない。うん、具だけ取り出した。あ、取り出したのね。なるほど、なるほど、はい、いい感じですか。はい、それではゆかりんはお豆腐のお好み焼きいただきます。はい、ママさんは。ママさんはたこ焼きいただきます。一緒にいただいちゃいます。はい、すっごいふわふわで、なんかお好み焼きっていうよりもどっちかっていうと山芋焼きに近いような感じですね。うん、片栗粉入ってるからもちもちしててすっごい美味しいです。たこ焼きとろっとろで涼しい顔してめちゃくちゃ熱いです。せーの、ピンピラピン。ベリーマッチング、マジか。そうきたか。今日昼間さ、もう時間がない中でさ、全開で頑張ってさ、バーって車洗ったんだけどさ、その2時間後には大雨、うん、最悪、最悪だったよ。ママこの前30分で大雨。ダメね。もう本当にダメね。うん、本当だよな。雨多いからね。うん、すき焼きうまかったな、あれは。美味しかった。うん、美味しかった。すき焼き？しゃぶしゃぶ？あ、ごめん、すき焼きじゃなかった。しゃぶしゃぶだ。でもあれすき焼きだよな。うん、完全に。うん、ゆずはうまいよ。うん、あの値段代だけ食えればもう全然大満足ですよ。うん、本当に。ランチお得だよね。ランチお得で1,980円でしょ？うん、ね。ね。うん、お得だよね。これで、ついててウィナー食べれば。いやー、ウィナー食べてない。え、ソーセージ嫌いなの？ソーセージ嫌いなの？ウィナーは、ソーセージだ。これ同じだろ。ソーセージ、ソーセージだよ、これ。同じだろ。違うのかな、ウィナーのソーセージって。いや、確かになんか、若干違うのか。違うんだけど。あ、本当違うんだ。だけど、最初と同じでしょ。てか、パパ、卵あれば生きていけるんでしょ。卵さえあれば、だってさ、卵ってさ、あの、あんだけいろんな料理に使えるのも珍しいし。そうだよね、バリエーションあるよね。バリエーションがめちゃめちゃあるじゃない。ある、うん、卵って素晴らしいよね。うん、あ、なんかないなっていう時でも、うん、要は卵あれなんていうの、ぐちゅぐちゅってなってクランブルエッグじゃないよ、
スクランブルエッグは唯一スクランブルエッグってあんまり好きじゃないなんでか知んないけど、確かにさ、これいらないとかって言われるんだよ。俺卵大好きなんだけど、スクランブルエッグだけあんまり好きじゃないんだよ、うん、嫌いじゃないんだけど、うん、あんまり好きじゃないんだよ。分解しただけじゃん。そうなんだよな、うん、分解しただけだけど、あのだから違う、卵ごちゃごちゃってなってた。なんていう卵サラダ、卵サラダっていうの、うん、卵サラダか、あれがとにかく好き卵サラダ。もう本当になんでも、もうさ、家のさパン、うん、ゆかりは朝ごはん食べないからあれだけど、パッて見ると卵、うん、またパッて見ると卵、うん、良さそれ好きなんだよね、パパね。それ出すと、それ出すとき文句言わないから、うん、たまに和食になるときある、うん、一瞬だけ。でもね、和食嫌なんだよね。うん、嫌なんだよね、とか、あ、まあ、ぶっちゃけて言えば、うん、ママにそうさせられた。うんと、パパは若い頃から別に朝は自分のお袋が、親が和食だったから、うん、まあ、パンもたまには出たけど、うん、和食だったから、要はお米を食べた朝から、うん、だから、まあ、一人もの時もたまには自分で作ったりして、朝だけど作んなかったな、うん、だけどママと結婚したら、もう毎朝パンだから、うん、パンしか食えないというか、パンが普通になっちゃったって。ママには言われたのが、うん、朝はパン、昼は麺類、うん、夜がご飯、うん、こう決まってんのって言われたから、あ、そうなんだ強制されてしまう。もう強制だよ、もう強制されてしまう。言われたんだもん、覚えてるもん俺、うんうん、結婚したてぐらいの時に言われたかな。あ、ほんと、うん、そうなんだよっていうこと。はい、それではゆかりお願いします。今ママだと思ったでしょ。今ママだと思ったでしょ。この目のアイコンタクトでね、もう絶対ママだっていうふうに思ってたんだけど、ゆかり。まさかのゆかり。はい。うん。ごちそうさまでした。ごちそうさまでした。ゆかりんが焼いたたこ焼きどうだったでしょうか。めっちゃ美味しかったです。美味しかったです。はい、ということで、おいしいいただきました。ありがとうございます。イエーイ。